エクスカリバー、エクスカリバーは、アーサー王伝説に登場する、アーサー王が持つとされる剣。魔法の力が宿るとされ、ブリテン島の正当な統治者の象徴とされることもある。同じく、アーサー王伝説に登場し、アーサーの血筋を証明する石に刺さった剣と同じものとされることがあるが、別物とされることもある。エクスカリバー、エスカリボール、エクスカリボール、 カリバーン、キャリバーン、コールブランド、カリブルヌス、カレトブルフ、カレトブールフ派など様々な異匠があるが、これらは英語、フランス語、ラテン語、ウェールズ語の発音の違いや、写本の表記の揺れで生じたものであり、すべて同じ剣を指す言葉である。エクスカリバーはアーサー王伝説の初期から登場している。ウェールズの伝承には、アルスル、アーサーの剣として、 カレトブルフが登場する。これは、コレット、硬い、BWLCH、喫茶器、溝の意味であるという。この件は、タレー新作とされるし、アンヌンの略奪、プリートド,ドイアニダブリアフェン、および後世にマビノゲオンに収録される。キルフと、オルウェン、クルフックエシーアルウェン、1100年頃に、名前が見え、後者では、アルスルの最も重要な持ち物の一つとされている。 同書では、アルスルの戦士、スエンスヤウックが、アイルランドの王、ディウエルナフ派を殺すのに使用している。同じくマビのギオンに収められた、ロナブイの夢、ブロイド・ドウィット・ローナブウィには、カレトブルフと、明記されていないもののアルスルの剣が、鮮やかに描かれている。後に、外国の文献、モンマスをもとにしたし、ブリ物語など、が、ウェールズ語に訳される際、カレトブルフは、 エクスカリバーの訳語として使用された。12世紀のジェフリー・オブ・モンマスは、ラテン語の義士、ブリタニア列王氏において、アーサーの剣をカリブルヌス、カラバーネスとした。これは中世ラテン語で鋼を意味する、カラブス、古典ラテン語では、チャラブスの影響を受けていると言われる。モンマスによると、この剣は、アバロンで鍛えられたもので、アルトゥルス、アーサーはこの剣を手に、 サクソン人の軍勢470人を打ち倒したという。アーサー王伝説が、アングロイコールノルマンの詩人ウアースのブリュ物語を経由して、フランスの吟遊詩人に取り入れられた際、ラテン語の格語尾、アスが落ち、起源不明の S や X が加わって、古仏語のエスカリボール、エスキャラバー、エクスカリボール、エクスキャラバーなどに変化した。これらが後に英語に入り、 最終的に、エクスカリバー、エクスカリバーとなった。フランスの詩人、クレティアンド・トロアの、ペルスバル、あるいは聖杯物語では、ゴーバン、ガウェインがなぜか、エスカリボール、エクスカリバーを持っており、次のような記述がある。何せ、彼、ゴーバンが腰に下げているのは、まるで木を立つかのように鉄を立つ、統制最高の毛にエスカリボールなのだから。この話は、 ランスロイコール聖杯サイクルのメルラン物語にも見られ、さらにエスカリボールという語は鉄、鋼、アッチや木を切るものという意味のヘブライ語であるという民間語言説が書加えられている。アーサー・オーの詩を書いたトマス・マロリーはこの珍妙な説を取り入れてエクスカリバーを鋼を切るものという意味とした。なお、カリブルヌスの英語形であるカリバーン。 カラバーンは、ブリ物語などのマロリー以前の英語作品に見える。また、この件の別名とされることがある、コールブランド、コールブランド、東印氏、アーサー・オーの誌にカリバーンの衣装として登場する。アーサー・オーを題材にした中世ロマンスでは、アーサーがエクスカリバーを手に入れる経緯として様々な説明がされてきた。ロベール・ド・ボロンの誌、メルランでは、 アーサーは石に刺さった剣を引き抜いて王になることになっている。石に刺さった剣を引き抜くことは、本当の王、すなわち神により王に任命されたユーサー・ペンドラゴンの正当な後継ぎにしかできない行為だったという。ボロンの死にはこの剣の名前は明記されていないが、多くの人がこれを有名なエクスカリバーのことだと考え、その後書かれたランスロイコール聖杯サイクルの一部、 メルラン族伝でそのことが明記された。ところが、さらにその後に書かれたコーキルフ本サイクルのメルラン族伝では、エクスカリバーはアーサーが王になった後に湖の乙女によって与えられるものとされた。マロリーはアーサー王の死にこの二つのエピソード、石に刺さった剣を抜いて王になる湖の乙女から魔法の剣を受け取るを両方取り入れており、 その結果生まれた二本の剣を共にエクスカリバーとしたため混乱を招いている。なお、一本目の石に刺さった剣はカリブルネスといい二本目の湖の乙女によって鍛え直された剣がエクスカバーであるという説明がされることがあるが、マロリーにそのような記述は見られない。ランスロイコール聖杯サイクルのアルティューの死で傷ついたアーサーは騎シギルフレ、グリフレットに エクスカリバーを魔法の湖に投げ入れるよう命じる。二回失敗した後、ギルフレは王の望みを果たし、湖から手が現れて、剣を掴む。これを引き継いだマロリーと他の英語の作品では、ギルフレの代わりに、騎士、ベディビアが剣を湖に投げ入れることなっている。マロリーでは、エクスカリバーの鞘は身につけていると傷を受けない魔法の鞘であるという。しかし、後に、 アーサーのイフアネモーガン・ルフェイの作望によって奪われてしまう。鞘を失ったことでアーサーはその人生の終焉を避け得ぬようになっていく。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。